ザーラ・キルシュ、ライナー・キルシュとザラ・キルシュは、ドイツの詩人。本名イングリート・ヘラ・イルメリン・デ・キルシュ、旧姓、ベルンシュタイン。1935年、チューリンゲン地方のリムリンゲローデに生まれる。父は、電気通信機械校だった。1937年以降の幼年期、青春期を、ハルバーンシュタットで過ごす。彼女は自然への関心が強く、 1954年から1958年まで、晴れで、生物学を学び、学士号を取得した。1958年に、詩人ライナー・キルシュと知り合い、1960年に、彼と結婚。1968年に離婚した。1960年以降、アンソロジーや雑誌に、序上詩を発表。この頃から使っているザラという筆名は、 第三帝国でのホロコーストに対する抗議の気持ちから選んだものである。1963年から65年まで夫と共にライプツヒにあるヨハネス・アルベヒア文学研究所で学ぶ。1965年から夫と共に晴れで文筆家として生活し DDR 作家連盟の一員となる。1965年夫と共同で死臭。 恐竜との対話を出版。この詩集で FDJ の芸術賞、エーリッヒ・バイネルとメダルを授与される。2年後の1967年には単著による最初の詩集、田舎滞在が出版された。1968年にライナー・アキルシュと別れた後、東ベルリンへ引っ越し、1969年に息子、モーリッツを生んだ。ここで、ジャーナリスト、 ラジオ共同制作者、翻訳者として働く。1973年に、詩集、魔法の言葉、並びに、三文作品集、表女と山のように高い海の波を発表。同年、DDR 作家連盟の幹部になる。西ドイツで一年後、それは、この奇妙な夏だったというタイトルで、戦詩集が出版される。1976年、 ボルフビーアマンの市民権剥奪に対する抗議声明のトップに署名をしたことにより、ドイツ社会主義統一党と DDR 作家連盟から除名される。その翌年の1977年に彼女は息子と共に西ベルリンへ移住。1978年、西ドイツのペンセンターのメンバー、並びにローマのビラマッシモの小学生になる。 1980年には、ギュンター・グラスや、トーマス・ブラシュ、ペーター・シュナイダーと共に、首相ヘルムート・シュミット宛ての公開文書を執筆。1992年、ベルリン芸術アカデミーへの昇平を断った。1996年には、カッセル大学でのグリム兄弟教授職を引き受け、1996、97年には、フランクフルト・アム・マインの、 ヨハンボルフガング・フォンゲーテ大学で客員講師を務める。西ベルリンを離れた後は、1981年から1983年5月まで、息子と共に、ローテンブルク・軍ボーテルで暮らし、そこで1984年に失踪、猫の生活が出版された。1983年以来、シュレース・ビヒホルシュタイン州、ディトマルシェン軍のティーレンヘンメに居住。 2006年、シュレースビヒホルシュタイン州の州首相から、教授という名誉称号を与えられる。1992年以来、ハンブルクの芸術自由アカデミーのメンバーである。2013年5月5日病気により、ハイデにて休止。ありがとうございます。